おはようございます。速稼塾の久保です。今日の動画解説になりますけども、 FX のドル円で1月15日6時32分になりますね。これ1日足デイリーを見てるんですけども、ちょっと全体的にですね、この2点底から大きく見てみましょう。どういう風になってるかと言いますと、このような形になってきますよね。やっぱり右肩上がりというやつです。まあですんで、この期間っていうのは、買いで入ってれば基本的にマイナスになる可能性は低かったなというふうに振り返ることができるんですよね。そして今、注目の点っていうのは、このね、一方的な買いなんですよ。この一方的な買いにずっと買いで入り続けていれば、ずっと利益が取れていたっていうのは、今振り返ればわかると思いますけども、例のですね、イランとアメリカの関係、あの辺がですね、ちょっとね、この辺雰囲気を悪くしたんですよね。ただ あの関係が今表向きだけかもしれませんけど、収束に向かって、まあとりあえず開戦はないよと、安倍総理も、ね、中東の方に行って、日本への原油の輸入輸出ですね、こちらの方を、まあ、優先的にやってくださいよと、危機的状況でもすいません、うちの国はお願いしますよって感じで話を取りまとめてきたような感があります。それに対して特にね、アメリカや諸外国が日本なんか肩持ってんじゃねえよみたいなことになってないようなんで、このまんまこのね、ドル円の動きっていうのは続くというふうに予想するわけですよね。これが世界情勢から見る全体的なドル円の流れなんですけども、それに呼応するように結局このね、この上昇の流れは来てるってことです。これからもますますね、110円以上のエリアでドル円っていうのは展開されていくというふうに予想しますけども、それを前提にして今度4時間見てみましょうね。4時間を見てみると、こちらずいぶん前に引いたゾーン抵抗がここにありますけども、もうここを割らなくなるんではないかなってことなんですよ。で、1個目の N がですね、ここで見事にここを突き破ってくれた。2個目の N がここで展開されるんではないかなってことがね、だんだん現実化してきたんではないかなってことなんですよ。まだ絶対そうなるとは思いませんよ。わからないですよ。わからないですけども、今度1時間見てみると、その可能性がどのように裏打ちされているのかってことが見えてくるんですよね。ちょっと大きめに引きますけども、ここなんか似通ったローソク足がありますよね。だいたいローソク足、これ似たような感じが4本5本並んでます。で、さらにこちらの方にも同じような、短いんですけども同じようなのが並んでます。とするとですね、ここ大きな、陽線がドーンとあった後、この2つの箱ができましたんで、ここをこういうふうにね、ゾーンとするとですね、まさに見事にこのゾーンに引っかかって、今はまたじわじわとチャートバーが行ったり来たりしてるわけなんですよ。で、もうちょっとね、見やすくしますよ。ここも似たような形のが並んでますよね。ここら辺も、まあここら辺も似たような感じなんですよ。どうでしょうか。だんだん似たような形の箱がですね、こういうふうに、まあ下がったりもしますけども、切り上がってきてるように私は見えるんですよね。ということで、何が言いたいかっていうと、この110円以上のエリアでこの後展開されることが、まあ予測できるんではないかなと思うんですよ。もちろん絶対そうなるってわけではないですけども、そういうふうに見るわけなんですよ。この辺りからもうあとは右肩上がりしかなってないわけですから。で、調整はたまに入りますよ、当然ですけども。調整は入るんだけども、結局こういうふうにじわ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 上がってきてるわけですよ。で、ここも調整と言えなくもない2つ目の N なんですよ。で、その後、いつこういうふうにね、上に跳ねるかってことなんですよね。まあ、それだけを見ているんですよ。だからもう、いつ買いに入ってもいいんですけども、買いに入る以上は、リスクリワード、取るためにね、例えば109円の805で、ロスカットラインを引くんだったら、110円の20とか40ですね。200とか400あたりに、だからここですよ。今エントリーするんだったら、こういうふうなリスクルワードを少なくとも引いて入ってくださいねってことですよね。そしたらまあ、リスクリワードが大体1対2になってるはずなんですよ、これで。1対2。ね、分のいい勝負ができるということでございます。で、私が思うに、ずっと時間軸見てきましたけども、まだまだね、こっちの方、110円以上のエリアの方に食い込んでいくし、これからも、大きな転換が起きない限りは、ずっと買いで私は行こうと思いますね。しばらくまだ買い戦略を取っていきます。110円からね、111円まで行くんじゃないかなぐらいの勢いで見ていきますね。で、反面ですね、懸念点としては、また中東情勢が揺らいでくると、特にアメリカとね、
中東が揉めるとこっちに行く可能性が強くなるんですよ。だからロスカットラインはエントリーと同時に引くこと、もうこれも口酸っぱく3年間ずっと言ってますけども、エントリーとロスカットラインを同時に引いてくださいね。でさらに言えばプロフィット、テイクプロフィットラインも同時に引くんで、三位一体でエントリーっていうのを行うっていうふうに、まあ、私の動画をご覧の方はご理解ください。それでは本日は以上です。ありがとうございました。